2022年のドンピシャです。デッドバイデイライトやっていきたいと思います。はい、連日でね動画を投稿させていただいておりますが、紹介編、キラー編、そしてサバイバー編ですよと、今回は生存者でプレイしていきたいと思います。はい、使う子はですねこの子じゃございません。頭にお花をつけてね、可愛い子だ。頭のお花がワンポイントよみたいなね、この目印ですね、ここが可愛い子です。この子じゃないんですよ。使う子はですねこちら、そう、この子ケイト・バグニュー・デンソンですね。まあ、バグニューっていうほどバグニューでもないか、どっちかというとちょっととんがってるから、ケイト・ロケット・デンソンですね。ロケット・デンソン、ロケットちゃんです。この子を使って今回は遊んでいこうと思いますよと。まあね、キャラクター紹介とかちょっとしたからまあ省かせていただきますが、まあパークね、何のパーク使うのか、まあおさらいも兼ねてやっていきましょう。一応ねこのキャラクターもレベル15以上にしまして、4つね作れるようにしときました。あともう一つ驚くべきことが起きております。なんとですねこのテストサーバーにアップデートが入りまして、そのアップデートにより日本語翻訳されたんですね。なんと素晴らしい、本当にありがとうございます。で、キラーね先日使ったと思うんですけど、アドオンもね日本語翻訳ちゃんとされてるんですよ。これは大変な作業ですよ。これをね、いや本当すごいなと、マジでありがたいなと、非常に助かっております。結構ねツイッターとか参考にさせていただいてて、それを見ながらね調べてたりしたんですけど、もうその手間省けるもの全部これで分かっちゃう。ありがとうございます、本当お疲れ様です。ですね、じゃあ紹介していきましょう。私と踊ろう、これダンスウィズミーってやつですね。これは、まあ簡単に本当説明します。前回も紹介編でね喋ってるんで、飛び越えだったり廊下の飛び出しすると、足跡残らないよと、3秒間ね。このゲーム、ほら走ったりするとね壁にもうなんか血の線がベベベベベって入るけど、その足跡が残らないよっていうやつですね。でレベル1の表記です、これ全部なんですが、レベル3になると40秒間のクールダウンで済むようになるよって感じですね。はい、その次ボイルオーバー、闘志を振り起こし最後まで抵抗しろというやつです。これは担がれた時にもがけるんですけど、そのもがきの画面の揺れなのかな、揺れが、増加するよってやつですね。レベル1だと 25%、 最大ね 75% だったと思う。もがくとその鬼がまともにまっすぐ歩けなくなるんだよ、多分ね、その揺れのことだと思うんだよね。だ 75% っつったらもう酔っ払いみたいな感じになるんじゃないかなと、ちょっとイメージ的にはそう思ってる。だからフックに持ってくまでちょっと時間かかるんじゃないかなっていう感じのやつで、なおかつ、10メートル以内にあるフックのオーラを探知することができなくなるよってやつですね。そのキラー側はフックを、フックって障害物に隠れてたりすると赤いオーラで可視化されるようになるんですよ。それが多分見えなくなるっていう感じですね。その効果もあります。そして、後期の窓、これは、窓枠と板の位置が分かるようになるよっていうやつですね。 20m 以内ので、60秒間のクールダウンがありますが、レベル3だと多分40秒のクールダウンで済むのかな。これは板を使った時点でその60秒間 20m にある板とか窓が分かんなくなるっていうことだね。そんな感じです。そして最後しなやかですね。これは、まあ、前に全力疾走っていうのを説明したと思うんですけど、あれは走り始めたら3秒間速くなるんですが、これは窓枠を超えたら3秒間速くなるっていう感じですね。でレベル1だとクールダウン60秒ですが、最大40秒間の疲労で済むよーっていう感じですね。そんな感じのパーク構成でやっていきたいと思います。個人的にはこの私と踊ろうとしなやかは結構相性いいんじゃないかなだなんて思ってますが、まあまだちょっと慣れてないんで、あんまりこのね飛び出してあと残んないとか意識できるかどうかちょっとていうか意識できてなかったです正確には。で
あれです、自己回復がないんで医療キットを今回は持っていくのと、まあ、おまけでこの経験値ちょっとフエールをね持っていこうかなと、こんな感じで遊んでいこうかなと思っております。ちょっと長くなってしまいましたが、あ、で着替えはねもう済ませております。僕この子は前もちょっと話したかもしれないけどね、金髪なんですよ本当はね、金髪なんですけども、まあちょっとね金髪よりやっぱこの茶黒茶ぐらいの方がいいなということで、これとこのなんて言うんですかこの服は、ワンピースじゃないね、白い薄いエロいやつ、うん、肌着、うん、なんでしょうね、エロ肌着、うん、これですね、やっぱりこれだなと。でズボンはハーフパンツ、ホットパンツですか、うん、やっぱ太ももは見せていかないといけないなと思いまして、こんな感じでやっていこうと思っております。それではご覧ください。テンさん、ランシッドアバトはコールドウィンドファームですよと。さあやっていきましょう、新サバイバー、なんだっけ、ケイト・デンソンです。かわいい子ですよ、毛髪に決まってる。あ、これで見えるわけだな、あのなんかドクターのやつみたいだな、 20m の距離が見える。お、デンソン、君もデンソン、よろしく。いいですね、本当は新マップが良かったんだけどな、新マップ出ねえな全然、俺まだ1回もやってねえわ。なんなら結構そのレベル上げるときにさやったりしてんだけど、なんだかんだ新マップ1回も出てねえわ、出ねえんじゃねえか、あ、ないのかな、あ、この角度から見、あれ脇毛じゃない、違う、真っ黒だけど脇の下、あれ大丈夫、これなんだろう、あざかな、毛じゃないよね。あーでも、あ、すごいエッチな格好だね本当に、いいですね、なんかや完全やる気が出てきた。よーし、お姉さん回しちゃうぞ、よーし、どっちだ、てかキラーなんだろうね、全然キラーしねえな。あ、ここの真ん中直しとくとねいいですよ。じゃあ私ここやるわ、いいですね。ちょっとこれどうにか、あらららら、どうにか見えないかな、 あこの顔見ちゃいけない気がする。あ、ちょっと待って、やばい、心音が聞こえてる、ちょっと待って、これ俺の心音じゃないよね、やばい、あ、デブだ、デブです、俺がドキドキしてるかと思っちゃった、危ない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 、来てる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 、これど、いやーやだ、やですねこれ、あそこに板があります、いやー、よしよし、次の板はどこですか、やばい、この辺ない、それはそれで絶望、しなやか、ブイーン、ちょっと煙かかっちゃったけど、やめてくれ、よいしょ、危ねえ、危なかった、見えてなかったけど、あー、ここ強いとこ来ちゃったね、まあ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 、まあ、今リロードしてるな、リロードしてる、これこのまま走り抜けよう、よし、あー、ナイス、デンソンナイス、あ、これそのデンソンが代わりに我の身代わりになってくれるだろう、きっと、残念、そいつは分身、お、まさか分身にも、いや分身を先に見つけるだろう俺は安心、ほらほれ、ごめんねごめんよすまない、うーん、ちょっと心が痛んだけど代わりに直しとくわ。お、もう3つ直ってるじゃないですか、素晴らしい、やっぱじゃあ真ん中、あー、デンソン任せてくれ、俺が代わりに助けに行くから、溜めてるね、溜めてますね、溜めてる、俺が助けるよ、やっぱり身代わりにしたぐらいだからねやっぱ俺が助けてあげないと、それが俺の使命。あ、何、そこ地下だったか、しまったな、それだったらだったね、ここの板倒してあげればよかったな、でも任せて、やってやるから、
殺しないでね、自殺しないでよ。よし、脅威を襲った。地下に行きます。デンソンだよ、デンソン。よし、逃げるんだ。そして俺が、あ、この医療キット自分のために持ってきたけど君に使おう。医療キットデンソン持ってきてるから大丈夫だよ、すぐ治るぞ。待ってくれデンソン。しょうがないな、デンソンキット。あ、もう一人がデンソンじゃねえな、これ誰だ、あれだ、クロデットだ。よし、いいだろう、これでさっきのチャラね。おデブちゃんいたな、おデブちゃんあそこにいたでしょ。ここ一緒に直すか。おー、開けてるね宝箱。いやー、ちょっとやっぱこの角度から見とこう。あー、すごい、あ、やばい、ちょっと待ってちょっとおっぱい見てました。うん、スキルチェック全然見てません。うん、だっておっぱい見てんだもん。うん、でもやっぱちょっと脇のなんか黒いところが気になる。いや別にね、女の人が脇が生えてたところで俺別になんとも思わないんだけど、でもちょっとなんか黒い、やたら黒いと なんだろうってなるね。うん、ちょっと気になっちゃうな。あ、来る、来るのかい、どうだい。あ、危ない。よし、俺が守ってあげよう。あ、ちょっと一回触っといて。お、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 あ、これ遅くなる。だがしかし大丈夫。あ、うまいね、なるほど。あ、じゃあこっち行こう。よし、おじさんこっち行っちゃうぞ。おじさんじゃねえ、お姉さんこっち行っちゃうぞ。しなやか、ずーさあ来るかな。あ、ここ使おう。やばい、これはやばい気がする、これはやばい気がする。はっ、ささ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 。まだしないか、使えないけど時間を稼ぐんだ。私デンソンが時間を稼ぎます、任して。はい、任せてよデンソンが時間稼ぐからね。しないか回復するまで長いな。あ、これ無理かもしれない、これ無理かもしれないな。あ、いけーだー、くそー、ダメかー、やだー。もがけ、もがくんだ。お、通電した、いいぞー、これはいいぞー。どうなの、誰か助けてもらえるかな。うるさこのお姉さんうるさ、釣られたとか、えーだってめっちゃ叫ぶじゃん。もっとさ、なんかクール系じゃないんだね。まああれかな、音楽やってただけあるからやっぱちょっと喉喉はいいのかな。うん、声声量多分ある方なんだろうね。それが今出ちゃったかな。そのうちフックに釣られた時歌い出すかもしれねえな。誰か助けてくれるかい。ダンスウィズミー、ダンスウィズミーだよ、ダンスウィズミーしよう、してくれる、ダンスウィズミーしたいな。イエスイエス、ダンスウィズミー、ありがとう。直す、もう開いてる、あ、これ開いてんだ、なるほど、開いてる。あ、ありがとうデンソン、デンソンありがとう、さっきはごめんね。どっちに行けばいいの、こっち、ありがとう。大丈夫かなこれ、大丈夫、これ大丈夫かな。あっ、デンソン頼むぞ、みんな守ってください。うわぐ、ぐわー、すごい見えない、うえっす、やだやだ、つらいね、よし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 、ありがとうありがとうみんなありがとう、本当にありがとう、助けられたよ。
デンソン、あんなにひどいことしたのに俺残念、そいつは分身とか言ってたのに、ありがとう、サンクス。いやー、ジジありがとう、バイ。おー、どうなった、何がどうなった。おー、プラス1、レベルもちょっと上がったのかな。あ、すごい、鬼の人がジジナイスプレイみたいな感じで言ってんだね。ありがとう、お疲れ様です。あ、すごい、この人めっちゃ揃ってる、ファイヤーアップ。あー、発電機の修理が完了するたびに拾う落とす、パレット破壊、発電機破壊、乗り越えの速度上昇、すげえ、確かに相性いいわこれ。へえ、いいのつけてますね。あとバベチリだ、バベチリもいいよね。うーん、なるほど、有毒な状態にまで濃縮された始発性の高い揮発系、揮発性の高い有機化合物、糖水の硬化時間が大幅に、あー、だから俺が使ったやつの強化版だこれ。うん、前回の動画でね、だ効果がちょっと伸びるんだね。これもだ、効果の重複重複が可能。うーん、なるほど、素晴らしい。いや、よかった、マジみんなのおかげで、これぞこれぞサバイバーのプレイっていう感じのね、連携が見れたね。こういうのがね、あのノラで起こるとね、非常に楽しいんですよ。いやー、ありがたかったな。はい、で、ちょっと残念だったのはね、新マップじゃなかったのは非常に残念なんですけど、まあ新キャラクターを使って楽しむことができたかなと思います。まあ新マップはね、またもうちょっとこのテストサーバーで俺遊ぶかもしれないから、またその時出た時にね、新マップ紹介できたらいいなとは思っております。どっちやるかわかんないけどね、サバイバー側かキラー側、どちらかで新マップ出たらいいなと思っております。それではご視聴ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。失礼します。